アジアキャンプ切り抜き宇治原さん2000円スタートしていくよ。光そうめんさん2000円。あれ踊ってる人が宇治かと思ったのに、誰か入ってきた銀色の宇治原見たことあんのか。なんだお前。続いて綾小路白味噌さん2445円。口座の残高の端数をきれいにするための配信はここですか。そんな目的で来てるやついねえわ。頭おかしいのかお前、募金しろや。ちゃんたけさんシャットダウン、なんだなんだ。よくわかんねえ、5円だよ、出てけお前。アニバナナさん、後ろで踊ってるやつ立ってね、立ってねえわ。どこのデザイナーがお前立ってるダンサー作るんだよお前、出てけお前。続いてともやさん、あっち向いてほいほいほい、多いな。むち打ちになるわ、出てけお前。税金エグイさん2000円、密着ハメ撮り24時、とんでもねえ性欲だな。撮られてる方がすごいわ本当に。あらぶり田中さん2000円、前回の大臣が初スパチャだったんですが、などという下ネタを織り込んでしまいすいませんでした、反省しております。ああ坂本さん、僕今ギンギンです。変わってねえな。へし折るぞそれ、やめなよお前。ミキコさん2404で、坂本さんの顔がタイプです。どこにでもいる量産女じゃねえか、気持ち悪いな。出てけ、あ出てけ出てけお前。大体そういう量産女は中身じゃなくて顔だけで、お前彼氏の基準顔だけで選んで、お前それで責任取ってもらえなくて切れてんだろ。おめえの選球眼がねえだけなんだよバーカ。続いて田中明太子さん2440円。えトンボ絶対違うだろ。どういうことだお前、どこにお前この辺からこういうのバババってなってんだお前。だいぶカッパさん2440円。私とても乾いたイロハスクレザマス、普通に川の奥底に行け。おめえがそうやって自販機の近くまでほっつき歩いてるからそうなんだろうな。カズノコさん、アンパンみたいな顔してますね。丸くねえだろお前んとこ。アンパンひょろ中かお前。続いてロータックさん2440円。こんばんは、初見です。ダンス配信なんですね。ところで画面中央の金髪グラさんちょっと邪魔です。こっちがメインじゃねえわ。ふざけんなお前。初代妄想族総長 WK さん2440円。宇治降臨。みんなに後ろのバックダンサーって誰のモーションキャプチャー、そんな手のこんな作り方してねえわ。なんでお前、俺がこっちに、あ、こっちに、今日の相手、誰でもいいからダンサー雇って、で、キャプチャーつけさせて、で、全部動き検出して、それで作っといて、言うわけねえだろ。大好き皆さん2440円。宇治原の後ろのダンサーなんだけど、だいぶ疲れて、キレがなくなってきてるぞ。休憩と水をあげてくれ、パフォーマンス落ちるわけねえだろ。ループさせてるだけだろ、黙っとけ、お前。ソウアオイさん2440円。ソウアオイじゃないよ、港アオイだよ。わかった？あ、初見でし。ウドちゃん、出てけ。お前、いつ俺がキャインやった、お前。おい。いつお前サイドから出てきてこの手こうやったお前。やったことねえわお前。やるとしてもお前坂本とやんなきゃいけねえんだから、この辺まで来て坂本と近づくことの拒絶反応が起きてこういくわお前。続いて田中明太子さん2440円。ひろゆきさんに質問です。個人事業主でも一元があれば定年過去65歳まで生きていけると思いますか。生涯年収はサラリーマン超えたいです。ひろゆきに聞けや。なあこいつ。代々木おみさん2000円。今日も奈良から見てるよ。最近観光客減ってせんべいもらえてなさそうだけど大丈夫。鹿じゃねえわ。お前、ふざけんな、お前。で、100分つって鹿だったとしても、お前、俺、角ねえからメスじゃねえか、お前。EY さん2440円。よ、ウニ軍艦、ノリどこだ。ここか。ここか、じゃねえ、出てけ、てめえ。二階堂じいさん2000円。新一、デリヘル来たわよ。そんなお母さんいねえわ。何言ってた、お前。気持ち悪いな、お前。続いて、馬の馬場さん2440円。本気で忘れるくらい、なら、泣けるほど愛したりしない、誰かに取られるくらいなら強く締めて打ちを落とした。ダメに決まってんだろ。何言ってんだてめえお前。早めに警察行くからなお前。 EY さん2440円。童貞ですか。童貞じゃねえし。なんだこれお前。なんでお前のニーズに答えなきゃいけねえんだお前。お前がびっくりするぐらいこのスペックにしてはやってるわ。出てけお前。ハチハチハチさん2440円。で、宇治はいつ踊るの。宇治はダンス部だったよね。違ったっけ。みんなは何部だった。そっちに持ってくな。何高等技術ゲットしてんだてめえ。ふざけんじゃねえ。やめろお前。そういう流れなんだこれお前。一番つまんねえし、もう飽きたんだよお前。絶対送ってくんだよお前ら。釣りさんさん2000円。童貞です。おめえに聞いてねえわ。お前どこの童貞が両手挙げて童貞ですって言うんだお前。お前みんなお前殺人したぐらい隠すんだよお前、童貞だって事実は。お前拓郎さん2440円。初スパチャです。ちなみに野球部です。始めんなよお前。本当にバットでぶん殴るぞお前。
ドキンタマちゃん2940円、鼻くそ食べたい、おい、名前ぶっ殺すぞ、お前。間違った日本語だけど、名前をぶっ殺すぞ、てめえ。唐揚げバーサスアイボールさん2000円、じっちゃんの顔にかけて、どこのコナンが言うんだ、そんなもん。あ、コナンじゃねえ、金田一か、お前。どこの金田一か、お前、そんなこと言うんだ、お前。ローブレックスさん2440円、君まろさんに質問です。今日は、君まろさんですか？あ、君まろさんいないです。出てください。続いて、パンナコットさん2440円、自分はサソリ座です。それは聞いてねえわ。それは本当に誰も聞いてねえわ。出てけ、お前。ぴょんぴょんみーさん2440円、泣いてください。女優に言おうや。二階堂じいさん2000円。結んで、開いけん。手を打って、結んで、また開いけん。何の歌だどういうことだ、お前。掘り深くすりゃいいのか、その瞬間に。出てけ、お前。最高に面白い藤原さん2440円。あ、やっぱ下唇が好きです。あ、製造部です。会社の部署聞いてねえわ。何考えてんだ、てめえ。田中明太子さん2440円。え？ニコニコ堺？コメント欄で判断できるだろ。ニコニコ堺さんのところでこんな下ネタが爆発してるか、お前。明確にゴッチに言われたら、ニコニコ堺さんの視聴者面白いですね。こっちはなんかもうパワーで、なんか、あーって。高木さん2000円。え？宇治原様お父さんいないんですか？立候補していいですか？ご公園のお父さんってなんだ？お姉ちゃん同い年になるだろ、お前。ぴょんぴょんみーさん2440円。宇治原はもうすぐオーバーヒートしそうです。俺機械じゃねえんだよ。びっくりするぐらい人間だわ。どの人間よりも。そのに行き着いた慣れの果てがここだろうかよ、お前。続いて、アーナルで締め付けレンガーさん2440円。よ、ブス。おい！てめえ、久々に来て舐めてんのか、お前。ふざけんじゃねえぞ、お前。ジューリーさん2440円。宇治にいっぱいスパチャしたいから、引きこもりやめてバイトから始めようと思う。ありがとう。こんな引きこもりの嫁させ方あんのかよ。俺が知ってんのはお前、いつもお前、ドンドンドンって戦って、誰が入ってくるんだって、お前。それで無理なのに、お前、俺、簡単じゃねえか、お前。アイスノンさん。まあ、いいや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 。っていう背景ですね。普通に言えや。で、高音出ないことに落ち込ますな、お前。続いて、ジグソーさん。筋トレ頑張って、コメント読まれるぞ。どういう意味だどういうことだ、お前。誰が頑張れ、いいんだ、これ。続いて2440円、じゃあブリーパカラッパカラッツさん2440円。え？呼びました？呼んでねえわ！ブリーパカラッパパカラッパラ、それが読めてねえんだから呼んでねえだ。ひかりそうめんさん2440円。みんなありがとう。俺も愛してる。誰も言ってねえわ。お前医療従事者だったらお前の勤務先で見てもらえ、耳を。ジューリーさん2440円。よく考えたけど、引きこもりの俺にバイトなんかできるわけないから、腎臓売るね。その行動力はあんのかよ。じゃあなんとかなんだろう、お前。続いて、ミグリン GKD さん2440円。俺ミグリン、ミグリンチビって言ってくれ。おいおい、悪口はやめてくれ。どうしたらいい。どうしたいの。どうしようもねえよ、じゃあ。出れよ、お前気持ち悪い。続いて、S たくみさん2440円。うるせえよ。ショーンで配信しろよ。ショーンで視聴しろよ。なんだよ、お前。二階堂じいさん2000円。え？立ってんの？ちょっと、輪投げしていい？していいわけねえだろ。行かれてんのか、お前。俺の祈祷が傷つくだろうが、お前。ゆうちが国分とさん、12000円。おやすみ、ペリカン。ペリカンじゃねえ。お前見ろ、お前、ここに魚蓄えられるだけのスペースがあるか、お前。続いて、かままかままさん3060円。俺の時だけさ、かままかままさんじゃなくて、かまたんって呼んでくれない？幹部の特権っていうか、特別感が欲しいわ。お前、幹部じゃねえだろ。お前勝手にお前、重要な会議入ってくんな、出てけ。ショーティーさん3060円。TikTok の方が人多いぞ。なんでだよ。なんで TikTok のお前と、どういう時代だお前。で、読まれるわけないのにコメント打ち続けてる奴ら、どういう奴らだお前。赤髪の修正さん、金曜ロードショー、棒を入れろ。むちゅうちゅうになるわ、急に止まってお前。MK さん3060円。日焼けしたのか、はいはい、顔赤い、顔赤い。続いて、トゥエニーワンプリンさん。おい、二足歩行。みんなそうだわ。出てけ、お前。クマ1106さん。小池都知事にブチギレ、同じアス、リスクが高えだろ。もっと何の力も持ってない奴にキレてって要望出してこい。リオと72333000円。てか、そんなスパチャもらってるんだから、お前自分の家の前の道路を自腹で工事しろ。どういうロジックだ。やめろ、お前。変なワードをたくさん言ってるけど、何一つ合ってないよ。続いて、MK さん3060円。酔ってる？なんでだ！熱いこと言い出してねえだろ、一言も。スナフキンさん3060円。今日、息子か娘が生まれました。判明してから来いよ。
いるかそんなやつ。まず第一声でどっちか聞かないか。ひやまひやまさん、3000円。スパチャが高いから1ヶ月にコメントできるのせいぜい4回くらいだわ。フリーチャットでコメントはちょっとプライドが許さない。悪いな。しばらく姿見せなくなっても心配しないでフリーチャットしろや。お前よくフリーチャット勢がいる前でプライドが許さないなんて言えたな。恥ずかしいことしてるぞお前。ダルミシアンさん、グラスホッパー、誰がバッタだ。やめろお前、小学校の時言われてんだよ。鬼頭戦士ガンシャムさん、3060円。アクセルホッパー、お前エンタの神様出てねえわ。で最近吉本退所してねえわお前。はーよしよしさん、3060円で、カマキリ、緑の、虫。やめろよ、お前。俺の手がこうなってたの、なんのか、お前。MI さん、3060円。ママ、この人、すごいキレてて怖い。タロ、いい。この人はね、よくキレる、坂本さんよ。へぇ、MI、どっちが間違えてんだ。バカ親子のストーリーいられんだよ。誰だ、坂本って、お前。続いて、YK さん。部です。何を何をする部アルフォートマシマシさん、熱くないの、なんだその名前裏側もチョコか二階堂じいさん3000円。私のお尻で遊んだ10円玉、今誰のところにあるんだろう。宇治の財布の中だったら嬉しいな。気持ち悪いわ。気持ち悪いよお前。10円だから汚れててもわかんないね、じゃねえんだよお前。サイケさん、3000円。本当にどうでもいいんだけど、ブチ切れ生配信第1回目が1年前の6月5日だったね。泣かそうとすんな。1年前はゴミのような生活で、月3000円も入ってこない状況から1年経ったか、じゃねえんだお前。今は一発で3000円だね、じゃねえよお前。飽きろよそろそろ。最初とテイスト違うっつって怒って出てけよお前。かままかまさんさん、あ、言い忘れた、ババア出てけよお前。二階堂じいさん3000円。一発ギャグやりまーす。ちょっとやっべ、手出そう、手出そう、マジで、えい、えい、えい、なんとかしてくれる、うちの師範、過去動画見ました、じゃねえんだよ。うるせえ、お前。お前はお前のエンジンで走れる車だろ。折り紙さん、0121、エッチなの、エッチだよ。管理してる側が心配になるぐらいエッチだわ。井上チャンネルさん、お願い聞いてください。一発芸やれよ、言葉どうなってんだ。どうなってんだ、お前。二人いんのかお前。続いてヒロシさん、薬物中毒者。おいおいおい、言うな。嘘でも笑えよ。あはじゃねえぞてめえ。俺が今思った寂しい気持ちお前ら終わった後味わわしてやるから。シノポリンさん3060円。我爪痕残しに来たものなり。じゃあ早速取り掛かれよ。いらねえわそんなの。お前、お前が心で思っとけよお前。前田健一さん、宇治原さん、頭の上にウニ乗ってますよ。知ってましたか？知らないから乗っけたまんまなんだろ。どこの大人が頭にウニ乗っててそのままにしとくんだお前。ショーティーさん3060円。スタバの店員に宇治のことをお勧めしてきたよ。お前あそこにファッキューって書かれるぞお前。ピーツ大好きさん、つまんねえなー。お前青汁の CM の人かお前。まずい、もう一杯の流れじゃないか、出てけお前。原垣リアゴンさん3060円。明日6月5日で来たコメントすべてに切れる生配信開始から1年ですね。新しいことを始める覚悟と勇気よりも、始めたことを諦めず継続することに価値があると思います。これからも自分の道を信じて突き進んでいってください。3、ナイスパです。申し訳ない、読み方間違えたわ。申し訳ない、本当に申し訳ないことした今。初めて謝るよ、お前。でも言い訳すると、くださいの後、開業で3が来たから、こっちもわかんないよ。初めてのことするけど、お前、名場面集用にもう一回やっとくわ。お前らも無理して笑えよ。早川ゲリラ豪さん3060円。明日6月5日で来たコメントを全てに切れる生配信開始から1年ですね。新しいことを始める覚悟と勇気よりも、始めたことを諦めず継続することに価値があると思います。これからも自分の道を信じて突き進んでいってください。さん、ナイスパです。名前かよ。やだ、俺こんな嘘の笑いやりたくないよ。情けないよお前。で、何が悔しいって、こいつはなんかこれを頑張る、継続することに価値があるってことも、こう、ちょっと暗に伝えてきてるけど、何が怖いって、こいつはただ自分がこのスパチャする行為を一生やりたいから言ってるだけで、俺のことなんか何も思ってないからな、こいつは。そういう奴らが最後残るからな。続いて、原垣ゲリラ豪さん3060円。使えねえな、悪かったな。うるせえ、黙っとけ、お前。俺がお前、完全無欠な人間じゃないことを把握してない、お前が悪いわ。あと、お前が一個手入れるときは、お前、開業がうまくいって、お前読めてたかもしれん、出なきゃ、お前。すごい癖がさん3060円。負けたよ、君の熱意に。宇治原くん、結果を認めよう。
私の大事な一人娘だ。悲しませるようなことだけはしないでくれよ。ところで、宇治原くんは結構いける口なのかね。そうか、それはよかった。母さん、カルワミルク持ってきて飲めねえじゃねえか。なんでお前結婚相手の実家でお前ミルクのお酒飲まなきゃいけねえんだ。で、思ったより飲めるからベロベロになっちゃって失態を犯して結婚やっぱ取り消しじゃねえんだよ、お前。聖夜鉄道さん3060円、初見です。イラク行きませんか。行けねえだろ。なんでお前ちょっと治安悪いところをバックにお前生配信しなきゃいけないんだ。マイクさん3060円、運がもりもり、運がもりもり、万引きしてみたい。関わりたくない。関わりたくない、そんな軽犯罪を犯そうとしてるやつ。メイドに通うハンマユージロさん3060円、この前 Tinder でお持ち帰りした女の子とウジの動画を大画面で見てたら向いてもらえませんでした。セニョリータ、その言葉はなんだお前。どういうことだお前。やめろお前、なんか噂になりたくないわ、 Tinder の中で。花垣ゲリアゴさん3060円、てめえのキャンター丸を取り出して、木琴叩く棒の先っぽにつけて美しいメロディー奏でたのか。これはどういう喧嘩で言うんだそれ。相手の協力必要じゃないかお前。リオトさん3000円、明日の朝バズーカで起こしに行きますね。警察呼ぶぞ。出てけお前。どこにお前日本で銃刀法違反でバズーカだったケースがあんだお前。二階堂じいさん3000円、日曜日までに何とかしたいのですが、ドモールンリンクルって玉のシワも消せますよ。消せねえや。人力で引っ張れや。お乳首拷問同好会さん、お読まねえよ。出てけお前、法則見つけてんじゃねえよこいつらの。リオトさん3000円、生配信100回目は自腹で道路工事やれよ。己でドッドッドッドの機械やっとけよ。これの名前見つかってからコメントしてこいや。何にも固まってねえ状態で来んなお前。高木さん2000円、坂本様のお父様、やめろ絡むの。ドメスティックさん、今日は右眉すごく三角コーナーだね。どこに生ゴミがあんだよ。ノシオさん2440円、初見です。楽しそうで何よりです。なんだその言い方お前。マルマルさん2440円、坂本のお父様、課金に手こずってますでしょうか。いえ、行きましょうか。大丈夫だわ。ゴーゴー横兄さん2440円、今坂本の父ちゃん浜松駅にいますよ。なんの嘘だ。コオロギ食べちゃったさん2440円、初スパチャです。坂本父参上。キャラきつ。いいですよ、やってもらっても。パパスさん、カツオ脱獄しよう。誰が言ってんだよ。番号で呼べやせめて。ゆういちこだまさん、次回は俺がゲストチャッターやりたい。盛り上がらないじゃん、だって。Y さん2440円、コオロギ出てけ、食べちゃうぞ。コオロギ食べちゃうぞ、出てけだろ。改めてどんな名前してんだよ。田中さん2440円、うち代々木アニメーション学院の入学式にサプライズ登場した映像を見ました。出てねえわ。常夏サンシャインさん、よっゴブリン、ボス級にしろやせめと。三浦美奈さん2000円、スパチャってなんか富を感じます。なんちゅう喋り方してんの。ノブシーカさん2440円、よっしんいち、今まで気づかなかったけどお前って一人顔が長いな。それだとモテないだろ。そこじゃないの、知らないの。お前まだもしかして10代、20歳前後の恋愛やってない。やめた方がいい、やめた方がいいよ。もちろんその20歳前後顔でなんかうまくいかないなってことあったけど、全然違うよ今は。教えてやる、あと DM 社教えてやる、大人の恋愛教えてやるから。イエスプリンコさん2440円、初見なのでお近づきに宇治原さんに質問です。宇治たん、宇治宇治、宇治お兄ちゃん、どれで呼ばれたいですか。呼ばないでほしいな。Y さん2440円、今日はコオロギ配信だからな。昆虫苦手な奴は今すぐ1万2000円入れて出てきて、コオロギ配信じゃねえわ。なんで風情感じなきゃいけないんだ。で、コオロギ食べちゃったっていうのが坂本の父親って伝わってないな、多分。こいつには伝わってるかもしれないけど、よく考えたら他の奴らに。坂本の父親がコオロギ食べちゃったっていうツイッターでフォローしてきた。名前で、アカウント名で。そんだけは知らなくて、なんだこいつって言ったら、俺の親父だってさ。ノルシーカさん2440円、でもお前って大人の恋愛とやらしたことないだろ。逆に教えてやろうか。いや、俺が言ってたのは、その顔が長いとモテないだろっていう、その外見至上主義みたいなところがあったんで、それやっぱ20代前後のバカな男とバカな女、大体そうじゃないですか。でも俺はそのフェーズは終わってますよっていうことだったんだけど、DM で説明するわ、あなた。コウキコウキさん、消えた？何がだよ。ナイスネイチャーさん、笑えません。何があったんだよ。
田猫さん。ぶっさ。お前に言われたくねえわっていろいろとデータもなくてどうしようもねえわ。アシュリーさん、髪のボリュームトップに集中しちゃってるよ。なんだお前。ヨルシーカさん、2440。まあ、俺は死ぬまで子供でいいと思ってるけどね。さあ、今日も若そうな20代の女と遊んでくるかな。そろそろお前も素直になって合コン来いよ。西麻布の牛頃って焼肉屋に21時からいるからな。いや、だから、さっきも言ったんだけど、もう認めたってことでいいね。子供みたいな恋愛してるってことで。で、そしたら謝らないと、さっきその、大人の恋愛とかなんか違うこと言っちゃったこともさ。で、責めてるわけじゃない。間違えてるなら間違ってましたをちゃんと認めないとね。子供でいいと思ってるけどねって、なんかまるでなんかね、ピーターパンの方がいいみたいな、なんか違うちょっとなんか雰囲気に持っていっちゃってるけど。まあ、議論はちゃんとしよう。オスオラウタさんにせ、宇治原さんのお父さんお疲れ様です。いねえわ。今日いないとかじゃない。この世にいないんだよ。お前何笑ってんだお前。何笑って、あいつは俺が家族、なんか家族の絆みたいな動画見て感動してるとなんかかわいそうな目で見てくる。イエスプリングさんにせ、今気持ち、ここに来るために配信切り上げたよ、お兄ちゃん。呼ぶなっつって。ノーシオさんにせ、今気持ち、名前変えてやれよお前。初めて見に来たけど、ちゃんと切れてて偉いと思う。切れすぎは良くない。まず名前を変えろ。コオロギ食べちゃったさ、2440。なんかさ、楽しそうだから、父、5月の連休、東京行くから。いや、ここには来させないよ。だって楽しそうだから、この瞬間をってことですよ。いや、それはダメですよ。で、おじさんもよく自分の顔をちゃんとアイコンにするなって。出る気満々。みょちんさん、2440。坂本さん、昨日渋谷のユニクロにいたっしょ。風切って歩いてたから話しかけられなかった。風切ってたか。店内に風がないからな、これ。アルファ DX、りょうさん2440。酔っ払った勢いでパイパンにしたらアルファ D 状態になりました。全く興味ないよ。え、どういうこととかじゃなく、何うんこりねりなさん2440。おお、かっちゃんお疲れ。かつひこかっちゃんって呼ばれてねえよ。ノムシーカさんにせいわけよんじ、すみませんでした。うん、まあまあ、それでいいよ。それでいいよじゃないんだ。こうなっちゃうだ。何お前、すぐ謝れる大人のマウント取ってきてんだ。すみませんでした。あ、もう、いや、自分が悪いです。大丈夫です。自分は、いいですか、すみません、失礼します。じゃないんだよ。みーちゃんみーちゃんさん、斜め上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 。どういうコールだ。春のパンマツイさんに声を聞いて、ところで、カツイコ初体験何歳？最後に奥さん以外とエッチしたのはいつ？やめろ。コロコロドングリさんに声を聞いて、カツイコさんこんばんは。5月の連休は何日に東京に来られるのでしょうか。カツイコさんと待ち合わせして私も行きますね。どっちも来んな。ノーシュヨーさんに声を聞いて、名前変えてきたよ。もうやめてやれ、本当にお前。ドキッとするだろ、そういう人がいたら。ノムシンカさん2440。結局はお前が童貞ってことだろ。もういいから、俺が女アテンドしてやるから。バクルはしないから安心して。ネット上に恐ろしいほどスパチ送ってる奴がバクルしないわけないだろ。知ってるか、ここにいる奴らが俺の成功より自分の承認欲求をスローガンに掲げてる。コオロギ食べちゃったさ、2440。そう言わないでさ、止めてくれよ。焼肉、牛頃銀座店で肉食わせてやるからさ。普段喋らない口調じゃん。二階堂じいさんに言って、坂本のお父さんって牧場で乳搾りしながら牛に、なんで搾られてるかわかるかって言ってそう。どこで思ったんだ。牛に哲学投げかけるタイプじゃないよ。春のパンマツイさん2440。お父さんの下話を本来嫌がる息子が爆笑して、友達のお父さんの話なのに宇治原が嫌がる。実はお前が勝彦の戦士だったのか。違うわ。俺の方がモラルがあるだけだ。10年 100% さんに声を聞いて、坂本による、坂本のための宇治原。坂本には寄らないだろ。100歩ずつ坂本のが坂本のためだと、坂本によるじゃない。常世と久美子によるだろ。南波雄平さんに声を聞いて、来ちゃった。野球しろ。お前何やってんだお前。お前が、一軍の試合出て、お前、ヒーローインタビューで全部俺の話するとこまでセットじゃないのか、お前。いや、違う、なんのっていう。で、なぜかビッグボスが怒られる。選手に悪影響を与えてる。うんこりげりなさん2440。初見の人は知らないと思うけど、坂本さんの父ちゃんは背中に、すっとん K
キョンって入れ墨入れてるからマジ気をつけて。なんでなんですっとんきょんって入れて、入れてほしいわ。えいつきょうかさんにせ、今日あなたノリノリじゃない、なんかいいことでもあったな。あれ配信前こうしてた俺ずっと。終わりだな、これはもう解決できないな、これはもうこれに圧迫されてるわって言って、なんか励ましてくんのかと思ったら、なんか気まずそうにしてなかったから、周りが何のために金渡してんだと思って。ポンポンポンズさん2440、こんばんは。今日夢に藤原様が出てきました。出演料お支払いするので今夜も出てきてください。うん、無理でしょう。お前の脳次第なんだから。高木さん2000、藤原様のお悩みがどうか解決しますように。無理だよ多分。無理だ、もうあんだよこの世だ。だからこうなったんだ、配信前に。はーい、行くぜ。なったんだ。ナイトさん2000、藤原さん元気出してください。藤原さんのキレは唯一無二です。藤原さんにブチ切れさせたら、右に出るものは今井。誰だ、そいつ。カタカナで今井誰だ、お前。二階堂仁さん2000、先日親戚の葬儀に参列したのですが、来る人来る人、全員が封筒に入った金を渡していました。これって、仮想通貨ですか？違うわ。高木さん2000円、時が解決してくれるわよ。時が解決するタイプの悩みじゃねえんだよ。もう無理だな、10年前からの蓄積だからな、俺はって言ってんだ。坂本さん2000円は基本で、うじ、あだらください。ニューミリヨシコちゃんだな、お前は。ニューミリヨシコちゃんな。まるまるさん2000円は基本で、さて、今日は何しようか、慰めろよ。急に言われたら無理だよねに慰めろよ。ダイブザルクさん2000、笑って、はい、笑顔、なんでだよ。なんで配信中に撮影始めるんだ。高木さん2000、じゃあそのお悩みは解決しなくてもいいよ。美味しいものや楽しいことがいっぱいあるからさ。うん、それじゃ解決しないよ。どうすりゃいいんだ、火曜日の動画は。じゃあ H 強化さん2000、最近買った一つ2000円のロクシタンの石鹸がいい香りするんだよね。洗い上がりでもプンプンいい香りしてる。これでオスを引きつけるのよ。そう、遠いな、引きつけ方。オスオラウタさん2000円、この前ガーシーチャンネル見てたら、宇治原元より荒木さんもガーシーさんに認知されて笑った。笑い事じゃねえだろ。なんで追い込まれてる人このチャンネル来るケース、修正あんだよ。二階のじいさん2000、声も顔も不器用なとこも全部全部早く直せよ。誰に言ってんだ、てか。ナンバゆえさん2440円、ヒーローインタビューでうちさん見習ってぶち切れます。解雇だわ。プロ野球史上初めての理由で解雇だわ。国民的要衝さん2000、うち悩み聞いてあげるからさ、今日家にいてダメだっつってる。別の悩み発生すんだろ。ジグネイさんさん、しんいちさん、小学校の時の女子か、お前。高木さん2000、高木が神様ならウジャル様のお悩みを解決できるのにな。何を普通のこと言ってんだよ。できないからな、どうするんだって話してんだろ。ソータさん2440、三浦健一さんがさっきからソープで童貞卒業したことをフリチャで連投してて、草ブロックしろよ。もしかされてるから俺が見かけてないのか。マルバさん2440、何があったか分かんないけどさ、一緒に穴掘りに行こうぜ。だる。なんで悩んでスコップ持つんだ俺。ミューゴリア先輩さん2000円、ぶねー、なんとかテストルタっぽいな。なんだその喋り方。高木さん2000、宇治原様のお悩みを卵とじにしたいなーってナイト様がおっしゃってますよ。バカ情報伝えてくんな。田中太郎さん2000円は基本で、初見です。俺に顔似てるな、やだわ。いちごさん、後ろで笑ってる人実は面白いと思ってない、当たり前だろ。正式に言ってんだよこちらが。無理して笑ってるって。しゅうさん2000円は基本で、初見です。ガーシーから来ました。珍しいわ。ガーシーチャンネルであんだけ名前出されてるの全然増えねえじゃないか視聴者。ノムシンカさん2440、ごめん、しゃぶらせてた。はぁ、あ、いい薬です。何の CM だ、俺。SS さん2440、Human Health Care、エーザイ。なんだ、お前。びっくりしたな。まるまるさん2440、今日も何も結果出せずに焦ってる。何の話だ。お前自身の話か。
最後、ふさわしいゲストチャッター、坂本の父だな。コオロギ食べちゃったさ、2440円。お疲れ、また呼んでくれ。坂本父。坂本父が坂本父に呼びかけてるみたいになってんだよ。何やってんだよ。変なこと言うけど、また空気清浄機送ってこいよ。趣味が空気清浄機送ることだよ。すぐ送ってくんだから。よし、終わりだな。じゃあ、坂本のお父さんがコオロギ食べちゃったって名前で、なぜかツイッターやってるけど、絶対にフォローするなよ。今日も見てくれてありがとうな。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。適当に言ってやったわ。